き世界を真のいフリーズ様に害をなそ。私の姿を見たからには生かす。
Thank you.
邪魔はお前だよ。大それた願いを抱くから、こうなるの。野望の炎で自分の体も焼き尽くしたわね。だから何？私は私を信じていた。信じた私に従って生きたまでよ。 じゃあね。魔神の世を謳歌するがいいわ。さあ姫様、これで全ての聖言が集まりました。いよいよです。詩篇を詠唱し、最後に否定の言葉を添えてください。 それで我らが魔の神は復活いたします。ようやくだな。新しい世の暗黒の世の幕開けね。<笑>ええ、
バイエミヒレホクムレンドニビテルスニビテルスオフビエンデイカイトエトイコンクルススパイトディストオポタバミファシエルニーエベースノーアボイスエクシリダネインテリウムインホクムランドアピアラポリスロンゲポジティブ ES トイラノストラポセトビエレビエレの聖言を回収し魔人復活を果たしたレグリナたち人類は魔人の手によって淘汰され生き延びたわずかな人々は魔人の支配によって隷属することになったかつての暗闇の世が再び現出し地上にもはや日の光は差し込まなくなった頂点に君臨する魔人その傍らには暗黒のプリンセスレグリナとその従者たちの姿が常にあったというベルギリエ様、最初の生贄。物語はここから始まります。愚かな人間たちの魂を奪い、あのお方に捧げることで力を取り戻すのです。簡単なことだ。ここはダークサイドヘブン。夢と現実の狭間。人間たちの夢を捉え、悪夢に染める。それが、ベル。ああ、人間たちに悪夢を見せてやる。Thank you.
後の悪夢見せてやる。終わりだ。悪夢に落ちなさい。弱い。でも一方的なのも楽しいわ。お見事です。全ては予定通り。物語の始まりにふさわしい幕開けでした。これで力が少し戻ったか。はい。そして人間の夢を侵食しました。この世界、時系時を侵食していくことは人間たちを悪夢で染め上げ、あのお方への捧げ物とすることなのです。それが私の悪夢の姫の世界か。楽しみだ。この足、元に切るくらい。うわっ！落ちろ！終わりだ。
もう終わり？まだ蹴り取れないね。